はい、ハローでは寿司食べながらやります。ああ、なんかちょっと。先生、今回は予備校講師やめなきゃよかったんじゃないってやつですね。未だに来ますね、はい。予備校講師やっとけばよかったのにお前はやめてしまって、みたいなね。来るんです。5話。はい。別に何にも後悔してないです。はい、本当にどうなったのっていうのをね、ちょっと話したいと思います。うん、ちょっと時間経っちゃったかな。まあ、予備校講師辞めてよかったこと、なんでしょうね。まあ、授業自体は好きですよ。好きですけど、まだまあ、高校行ってやったりするんで、全然、そう、またこの、今月もやるし、冬もオファーは来てます。ただ高校でやるとね、朝8時半とかにオファー来るんで、ちょっとそれ嫌なんですよね、早くて。まあできなくはないよね、全然ね。なんですが、授業自体は別にしようと思えば全然できる状況で、一番いいのはやっぱりですね、フレキシビリティというか、時間が固定されてない、もうこの曜日のこの時間はもう動けない、絶対授業があるからっていうのがなくなったんで、もうそれはすごい良かったです。昨日もね、初期系 YouTuber のイベントで話したんですけど、そう、スピーカー側をやったんですけど、でそれも普通に授業してたらできなかったわけですからね。できることが多くなった。ただニューヨーク行った時とかもそうですね。普通に授業あったらニューヨーク行けないですから。休まなきゃいけない。で、予備校で休むって普通考えられないから、やっぱり授業。この間もハワイ行ってきたし、そうです。だそういうのも絶対できないわけですよ。なんで、そういったものが可能になる。まあ実はまだ他にもイベントあったりするんですけど、打ち合わせした時とかもね、そこで海外のイベント出たりするんで、打ち合わせとかした時も、まあいろんな時差がありながらね、やったんだけど、6カ国ぐらい繋いでやったのとかも、やっぱこういうのもね、フレキシブルじゃないと無理なわけじゃないですか。できてよかったって思いました。だいろんなことで時間がある。まあ、時間があるとか忙しいは忙しいんですけど、まあ、動画編集しなきゃいけなかったりね。そうですけど、時間がフレキシブルですね。柔軟であるか。まあ、かつては考えられなかったような時間でも臨機応変に仕事ができるようになったって感じかな。まあ、あと朝早起きしなくていいとかね。ちょっと今時差ボケで早く起きちゃってますけど、寝る時間が長く取れるようになったとかっていうのもありますね。それがまあ大きいかな。次に経営者の視点とかが持てるようになった。まあやっぱ経営者自体はずっとやってますけど、予備校いた頃からもやってますけど、雇ってる社員の数とかも増えましたし、世の中の仕組みをいろいろ知ることができましたね。それは、大きかったと思う。ずっと予備校の先生やってたら気がつかないまま終わってたんだろうなって思います。だ今は、ああ、世の中ってこういう風になってて、ああ、こうしなきゃいけないんだとか、そういうのが分かって、すごく勉強になってますね。なんか先生は社会経験がないからとかっていろいろ言うけど、自分がそういう場に置かれないと別にサラリーマンでもいろんな社会のこと知らずに終わると思うよね。まあ世の中にね、その駅でも何でも貼ってある広告見て、ああ、これいくらなんだろうとか、ああ、ここに JR の広告が貼ってるってことは、誰も広告出してないんだとかね、そういうことが分かったりとか、ああ、ここ借りるのにいくらかかるんだろう、設営にいくらかかるんだろうとか、そういうことも考えるようになったとかね。まあ、いろんな方が見えるようになって、本当にそこは良かったなと思いますね。やっぱり先生目線、生徒目線しかなかったよね、今まではね。それがちゃんと運営するってことに行って、で、運営に紐づいて場所借りたりとか、設営したりとか、広告出したりとかね、そういうことにも目が行くようになりましたね。で、まあ、これは今後役立っていくと思うんで、もしアメリカ移住したら、経営者としての視点がもっと必要になってくるはずなんだよね。まあ、投資ビザで行ったらね。とかってあるし、まあ、皆さんのね、
一番気になる収入面とかもね、まあ、昨日のその、まあ、イベントでも話したんですけど、まあ、日本は教育とお金っていうのが、まあ、とにかく合わないっていうかね、教育にお金をかける人いっぱいいるけど、でも教育者がお金を稼ぐなみたいなね雰囲気があるっていうのは、やっぱ他の国の教育系の YouTuber たちは驚くことなんだよね。信じられないっていうような、だって自分の生活あるだろうみたいな、その割にね、小学校はブラックだとかね言うわけじゃないですか。小学校の先生たちかわいそうだとかってね言うんですけど、教育系 YouTuber たちがお金稼ぐとかって言うと良くないことだっていうね、そういうマインドセットがあるんでね。まあ日本の教育系 YouTuber たちそういうのをねオープンに言えないのがかわいそうだなと思いますね。はい、今だから経営者としてちゃんとやって、まあ、仕事始めたんで、まあ、収入は全然はるかに多いと思いますよ。3倍近くになるんじゃないか、まあ、2倍は絶対超えてると思うんで、年商じゃなくて年収が多分 2,3 倍になるんじゃないかなと思ってますけどね。うん、多分ね、まあ、まだ分かんないですけど、このまだ10月なんで分かんないですけど、そういう感じなんで全然あの後悔とかないです。あ、そう、予備校講師はオープンにお金の話するじゃないですか。先生たち会ったら話すし、授業中に話す先生もねいっぱいいるし、いくらかは言わなくてもね。講師室でもうしょっちゅうそういう話してたしね、先生たち。いやいや、そんなそんなって言ってるけど、みんな天下の何々先生なんだからもっともらってるでしょ、めっちゃもらってるでしょ、コマこんだけあんだから、なんて会話があったりしますけど、そんな感じです。まあ安定はしないんで全然ね、 YouTube だってもうバラバラだし、稼ぎも月によって全然違うし、考えなきゃいけない要素とかはいろいろ多くはなってるって感じかな。ただやっぱり一番はその予備校講師じゃあより自由であるってことですね。だからほら芸能人とかにも会えるようになったし、いろいろコネがあったりとかさ、ね、いろんな動画見てくれててお声がかかるなんてこともいっぱいある。オファーいっぱい来るからね、本当に、うん、いろんなオファーが来てるから、まあ、どれをやっていくか決めなきゃいけないんですけどね、というようになってて、まあいろいろ戦略も考えなきゃいけなくて、まあメインチャンネルね女性ゲストがめっちゃ多いっていうのも、あまりにやっぱ男性視聴者の割合が多すぎるっていうことでやってるわけですよ。これもうちょっと広く英語系としてもちょっとやっていかなきゃいけないんで、やっぱ受験系が強すぎちゃってるんでね、っていうのでやってたりとか、今はね、そうだから伸びなくてもとりあえずは女性を出してパーセンテージを、そうですよ、だから11とかだったんですよ前ね。でだから11ぐらいまで来て、ああやっと増やせたなと思ったんだけど、結局なんか女性が 9% か 8% までになっちゃったんですよ。で、さすがにこれはまずいなって思って、女性ゲストをこう、毎週女性ゲストに出てもらうようにしたら、今 13.何% まで来てたんで、はい。だいぶ割合が増えたんで、で、その頭打ちがやっと止まった感じですね。そのパーセンテージがもう、ブワブワブワって 9% とか 8% とかにどんどん下がってったら、見事に登録者数止まったんですよ。もうマイナスになってることがほとんどになったんで、これはまずいと思って、なんとかまた増え始めたんで、とかね、いろいろそう考えなきゃいけないこともいろいろあるんですけど、ただいろんな機会はねあるので、本当にそれに感謝していろいろとやっていきたいと思います。はい、なんで全然後悔してません。コマがないと給料が入らないよう、コマ減らされないかなとかっていう心配する必要もないし、いろんなところにね移動していく必要もないし、決まった時間に働く必要もないし、移動に時間がかかったりとかもないので、楽しくやらせていただいてます。だから全然後悔はしておりません。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 後悔してほしい人が多かったかな。